かアップルとかっていうタイトルのついた、作品ですよね。あのレコード。素晴らしい。コラボっていう、結構趣味の世界ですね、これ。そうですね、まあ、ビートルズ関係や。これ どなたのコレクションなんですか？これは初代の、館長さんが、まあ、こういう風にしたいということで、最初はこういうんじゃなかったんですよ。はい、あ、そうなんですか。いろんなパネル、リンゴにパズル、豆知識やそういうパネルが多かったんですけど、それだけじゃなんなので、こういうちょっと。レコード、本当に MP ですね、これ。そうですね。ドーナツ版みたいなのもあります。結構レアなものもあると思います。すごいですね。女子 T ですね。まあ、これは今ですね、ビート。ね、そうですね。まあ、リンゴが表にあれば、すべて、ちょっと面白いなということで。リンゴ図柄になってるやつを。そうですね。リンゴとかアップルという名前があったりとかね、タイトルがついていれば。かじってますね。全部そうです。全部リンゴなんです。なるほど。時計にもね、アップルになってる。はい。ここは人間ですね。はい。これもリンゴがくっついてるものですね。ここは特にそのイーザーに限ったことではなくて。ここはもうリンゴです。リンゴ尽くしの。リンゴが全国的にもう集めたっていうことですか、はい。そうですね。全国各地、世界からかも。あ、世界から。ええ。僕は子供のおもちゃみたいなね、ぬいぐるみとか。すごい。こちらがありますか。例えばリンゴとかアップルとかリンゴにまつわる物語性のある作品。デビデですね。そうですね。あ、じゃあビデオだ。ビデオですね。昔の VHS。ええ。もう作品にリンゴがいろんなこう役割をしてたりね。ええ。メッセージ性のある作品がここにたくさん。じゃこれは初めて。見ましたね。ああ、そうですか。はい。これもすごいですね。ラベルね、アメリカのいろんなきっと缶だとかジャムやジュースのラベルですね。ラベルなんですね。うん。ね、リアルなのはこれアップルコンピューターの初号。わあ、懐かしい。初号機ですね。いや。これも一応アップルということなんで、はい、ここに置いてあります。書籍ですね。リンゴにまつわるエピソードや物語性、象徴性。を題材にした、絵本であったり小説であったり、そういったものが集められています。これはリンゴの伝統といってね、括弧に始めた脚本なんですけど、リンゴイメージアップに貢献してくれた人たちに、勝手に表彰するというコーナーだったんですよ。あ、なるほど。例えばこれは春うららというね、競馬の一生もしなかったという、リンゴが大好きだという記事があったので、そういうことなんですね。でキティちゃんもリンゴ3個分の体重であったり、あ、そういうなんか何があるわけですね。ですよ、そんなことでそれぞれがリンゴにまつわる。じゃあ今なおも増えてるんですかね。少しずつね、増やしていっているつもりなんですけど、なかなかこれも予算が発揮するので予算内で。とことんリンゴにこだわった博物館ということで、それで名前がアップルミュージアムですね。アップルミュージアムって言うんですね。はい。まあ、江戸川町はリンゴが特産であるので、鮫洲地区の時からね、まあ全国に100に1個は、江戸川町産のリンゴということで、まあ、リンゴを全面的に打ち出したの。町づくりにおいても、なのでこの博物館をね、そんな形で、作ってやるという。長野インターネット放送局と申しますけど、はい、自己紹介お願いいたします。私この館の館長を務めて、させていただきます小林博道と言います。よろしくお願いします。はい。今アップルミュージアムということで、はい、そのアップルにまつわるこんな展示があるとはちょっと知らなかったんですけども。あ、そうですか。はい、今説明していただきました。はい。ここはどういう施設なんでしょうか。伊豆の町に合併する前、鮫洲村と群れ村が合併して伊豆の町だったんですけど、鮫洲村の時にイギリス の王立英国植物園という、こう
つながりがありまして、はい、そこからまあ、ここはリンゴの町という村ということで、はいはい、あったので、そこでのニュートンのリンゴの木に由来のある、枝をね何本かいただきまして、うん、そうなんだ。でそれをこうじゃあいただきまして植樹して、それをニュートン並木としてこの丘を開発したんですよね。この先にあるんですね。はい、このすぐ同じ敷地中に、はい、二十数本の、はいはい、海外のリンゴの枝が、うん、ニュートン並木としてあります、はい、そこがきっかけでこのそしたらなんかこう博物館的なものを作ろうということで、はい、この建物が作られたんですね。なるほど、はい、なかなか歴史がありますね。そうですね、今からも24、5年前になりますけど、はい、その頃からね、はい、じゃこういったコレクションはその頃から集め始めたということなんでしょうかね。そうですね、少しずつ少しずつ集めました。で小林さんは何代目の館長さんですか。私は2代目になりますね。あ、そうですか。じゃあ昔の頃からよく存じ上げて。そうですね、初代は私の兄だったもんで、あ、だからまあ、その時から携わっていたりしてね、いたのもあります。地元の作家さんのこう紹介する機会を作ってるというふうにお聞きしたんですけども、はい、その辺はどうでしょうか。そうですね、この館はこういったこう常設 の, いろんなコレクションのリンゴ尽くしの博物館と、もう一つは隣にギャラリーがありまして、そこにはこう地元の市民ギャラリーとしてね使っていただくというところもありまして、はい、いろんなジャンルの作家さんたちが、まあ、作品の発表とか、ところで利用していただいてます、はい、今ちょうど毎年これもね恒例になってますアートクラフト展っていうのが、はいはいはい、この時期にやってるんですけども今回は23名 の,、はい、この北進の近い方々の作家を、ね、集めて、展示しています、はい、結構移住してきて地元の方と一緒にこう何か、うん、作家活動をされてるっていう方が多いってお聞きしたんですけども。そうですね、ここ数年前からこう割と伊豆の町に移住されて、はい、作品作りをね、されてる方が多かったりしますので、とても私たちとっても刺激になるし、とても興味深い方ですね。はい、ありがたいです。まあ、この美術館、はい、今後はどんな風にしていこうと思っているんでしょうか。そうですね、今の、ま、今の形を維持しながら本当にこう、まあ、たくさんの方がリピーターになるようなね、うん、何度も来ていただけるような楽しい、まあ、リンゴ、ここに来ればリンゴのことが分かるようなね、充実した感じしたいと思ってます、はい、なるほど。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。私は青木田塚と言います。青木さん、はい、今作品目の前にしておりますけども、はい、作家さんなんですよね。まあ、そうです。素敵なこうリンゴがこうリンゴですか。これははい、リンゴです。珍しいリンゴです。はい、まあ、こういあちらもそうですけど、あ、これもリンゴなんですね。はい、これはこの飯綱町で大事にされてる、はい、リンゴです。これは米沢さんという方が、はい、どっかから取ってきてですね、はい、それで自分の畑に植えて、うん、で根っこから発芽したものをあっちやこっちに植えたんです、はい、それで今残ってるとこがあるんですね、はい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 、で米沢さんはもう今亡くなられて非常に残念なんですけど、はい、で私はこの1年に一遍は、はい、必ずこの絵を描きます。なるほど。高坂リンゴ飯綱町、はい、話せないものです。日頃はどんな絵を描いてるんですか。こういう、はい、この4点ですかね。5点ですね。5点、はい、だいたい自然のこう植物というか、はい、果物が多いと思うんですけどね。そうですね、そういう思いがあるんですか。その植物画っていうグループが、うん、はいはい、結局皆さんそういう
感じを持って、はい、あの植物に接して書いていらっしゃる、うん、本を今日持ってきなくなかったんですけど、はい、毎月本が出てるんですね、はいはいはい、でその会に入ると、はい、あのチェックしてくださる先生がいまして、それでだんだん皆さん上手になっていかれるんです。なんか移住されたばっかだってお聞きしたんですけど。あ、そうじゃないです。あ、そうじゃないですね。もう二十何年になります。あ、もうそんなになる。なります。そのきっかけは何だったんでしょうか。主人の友達、会社の友達がですね、はい、あの景色を見せてやると言って、はい、で山の雪が降った景色を見せてもらって、はい、でそれでいっぺんに気に入っちゃって、はい、自分も山に登ってましたからね。ご主人ですか。はい、はいはいはい、八ヶ岳とかそういうとこよく登ってました、はい、でその景色がいいから今もそういうところに住んでます。あ、そうですか。毎日山が見えるところ、はい、じゃあそのたった1回の、そうそうです、山をいい景色を見に来たために、そう、長野へ移住したと。そういうことですか。ちょうど一軒残ってる家があって、はい、そこを買ったんです。そうですか。ぜひあの夢に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。